元小結高見盛りは制限時間いっぱい前の気合い入れパフォーマンスなどもあり、現役時代は各界屈指の人気力士でした。各界のロボコップの愛称でも親しまれ、幕内でも活躍し、2013年1月場所を最後に現役引退。現在は東関親方として後進の指導に当たっています。高見盛りは不器用な性格もあり、現役時代や親方になってからも様々な話題がつきません。というわけで今回は高見盛りの面白エピソード20連絡を紹介していきたいと思います。高見盛りは日本大学出身で、同級生には元大関の琴光喜がいます。琴光喜は高見盛りと共に大学で中国語の授業を受けていました。ですが授業が難しく、教授に当てられても分かりませんと答えるしかなかったそうです。ただ高見盛りは分からなくても必ず何かしら答えるので、隣にいた琴光喜は恥ずかしかったと言います。その後琴光喜は授業に行かなくなり、単位を落としてしまいましたが、高見盛りは授業に出続けて単位を取ったそうです。分からないのに答えたり、難しくても授業に出続けて単位を取るなど、真面目な高見盛りらしいエピソードではないでしょうか。高見盛りは人気力士だったこともあり、土俵に上がると常に大声援を受けていました。ですが本人は土俵に上がった時は極度に緊張しているので、土俵と行司と相手以外は目に見えなくなる、歓声も全く耳に入らなかったと証言しています。高見盛りはいわゆるゾーンという状態に入ることで白星をもぎ取る力士で、集中力を高めるために余計な情報は遮断していました。なので翌日の対戦相手を知ろうとせず、当日の取組表を見て相手を知ります。それまでに教えようとすれば、わーと叫んで聞こうとしません。さらに耳栓をしたり、わざとトイレに行くなど、対戦相手に関する情報は徹底的にシャットアウトしていました。翌日の対戦相手を事前に知りたがらない力士もいますが、高見盛りほど徹底していた力士は少ないでしょう。高見盛りは酔って自販機と相撲を取ったことがあると付け人が明かしたことがあります。酔っ払っていましたが、右四つに組み、右かいなを返していたそうです。自販機は倒れる寸前で、翌日見るとその自販機は鎖で地面に固定されていたといいます。高見盛りは場所中にこだわりがあります。それは刺身を食べないことです。理由はお腹が冷えるから。ですが叩きは食べるという謎のこだわりがあります。また高見盛りは納豆が大好きで、大盛りご飯の上にはいつも納豆が乗っていました。ですが場所中は決して食べません。本人に理由を聞くと、納豆は匂うじゃないですか、対戦相手へのエチケットですと答えたことがあります。匂うので納豆を食べないというシンプルな理由ですが、高見盛りらしい面白いエピソードです。高見盛りは各界でも有名な倹約家です。自宅にはガスも引いておらず、冷蔵庫はありますが、コンセントを抜いているのでただの箱と変わりません。この状態に夏場は冷蔵庫がないと不便じゃないかと聞かれたことがあります。すると高見盛りは、冷蔵庫ならあるじゃないか、近所のコンビニと答えました。人気力士で懸賞も多くもらっていたのにもかかわらず、ここまでの倹約家なのは真面目な高見盛りらしいです。高見盛りは稽古場序二段の異名を兄弟子の曙から与えられるほど、稽古場では弱いことでも有名でした。母親も普段の練習では10回やって10回負けるのに、大会に行けば勝ってくる、本番だから勝つとか練習だから手を抜くとかではなく、そういう器用な子ではない、親でも不思議ですと答えるほどでした。各界に入ってからも変わらず、本場所では異例の強さを見せる力士でした。高見盛りはゾーンに入ることで勝つ力士なので、普段は出せない力が本場所では出ているのでしょう。こうした部分も高見盛りの魅力の一つです。2003年9月場所5日目で高見盛りは海王との取り組みが組まれます。ここで高見盛りはまず使うことのないであろう左差しを使い、海王をあっさり土俵外へ出しました。あまりにも鮮やかな勝ちっぷりだったため、これは幻の左と語り継がれるほどです。ですが海王は取り組みが終わった後のインタビューで、稽古場では力を出さないのにこんな時だけ力を出す、
あいつは相撲取りとして許せないという意味の言葉を荒げながら口にします。普段は温和な海王ですが、稽古場とあまりに違う高見盛りに驚いたのでしょう。こうした形で語り継がれる取り組みというのもなかなかないので面白いのではないでしょうか。高見盛りは千秋楽を7勝7敗で迎えることが多く、2006年以降ではほぼ2場所に1回の割合でした。このためアナウンサーにももはや恒例ですがと言われるほど。2007年5月場所の時点では直近10場所中7場所で7勝8敗だったため、周囲からは7勝大王と呼ばれていました。高見盛りは大勝ちはそこまで多くありませんでしたが、7勝で終えることも多かったので長く幕内にいることができたのでしょう。高見盛りは付け人だった親友を大切にしており、大きな信頼を置いていました。親友のために当時売り切れ続出だった PSP を探し回って買い、プレゼントしたこともあったほどです。ですが親友と2人1部屋の時、夜中に親友が寝ているのにもかかわらず音楽をかけたりテレビを見ていたこともありました。3人で高い寿司屋に行って会計が5万ほどになった時があったそうです。ですが高見盛りは先に帰りますと言い、店の張り紙に書いてあった1人前5000円だけ置いて帰ってしまったと言います。張り紙の金額だけを見て出した金額ですが、3人の金額としては全く足りません。純粋な高見盛りらしい行動です。高藤力が曙と歩いている時に一緒にいた高見盛りの手を掴んで曙の体にぶつけるといういたずらをしたことがあったそうです。すると高見盛りは部屋の横綱である曙に対する申し訳なさを感じてしまいます。そしてこの手がこの手がと言って血が出るまで地面に叩きつけたそうです。この真面目すぎる高見盛りの行動にいたずらをした高藤力は冗談できないと思ったと受け止めたと言います。高藤力は軽いいたずらのつもりだったはずですが、高見盛りは曙に対して申し訳ないと思ってしまったのでしょう。面白いエピソードでもありますが、高見盛りが多くの人から愛されることもわかるエピソードでもあります。2007年3月場所12日目、高見盛りは時天空との取り組みが組まれました。この取り組みでは時天空から張り手に近いビンタを何発かくらい、最後は切り返しで破れてしまいます。そして高見盛りは負けた悔しさから花道を去る際思わず、あの野郎と漏らしてしまいました。このつぶやきはカメラにも映ってしまい、時天空はファンからあのヤロスという不名誉なあだ名をつけられることになってしまいます。高見盛りも全力を出し尽くして思わず出てしまった言葉がテレビに映っているとも思わなかったのでしょう。高見盛りといえば制限時間いっぱい前の気合注入パフォーマンスが有名です。このパフォーマンスが始まったのは2002年の3月場所でした。高見盛りは2000年9月場所の若の里戦で右膝に大怪我をしてしまいます。懸命のリハビリで土俵に復活することができましたが、復活の土俵に上がった瞬間、怪我をした取り組みが脳裏をよぎり恐怖心を覚えました。そして翌日から恐怖心を取り除くため最後の塩を取るときに顔面を叩いて両腕を振り下ろしながら鼓舞するようになります。ただ高見盛り自身はこの動きをパフォーマンスとは思っていません。テレビ出演時にキャスターから今パフォーマンスをしてくださいと要求された際は土俵以外ではできませんと断っています。高見盛りは大の自転車好きで、タクシーでの場所入りを除いて東京都内では自転車が主要交通手段でした。付け人の証言によると、当時部屋があった墨田区駒形から秋葉原や御徒町などへ自転車で行くこともあったそうです。推定で年間1万キロは移動していたといいます。力士は車の運転を禁止されているので、自転車に乗る人も多いですが、高見盛りほど乗る人もそういないでしょう。元幕内の千代の国が三段目だった頃、出稽古の申し合いで高見盛りに何番も勝ってしまったことがあったそうです。すると高見盛りは悔しかったのか、土俵上でいきなりラリアットとキックをします。親方たちや他の関取衆もいる中だったので、千代の国はとてもびっくりしたそうです。
高見盛は引退直後の評議員会に年寄りとして出席しましたが、スーツ上下だけでなくネクタイまで黒一色で統一。そのため先輩親方からは国技館は葬式じゃないんだと言われてしまいます。7万円のスーツで冠婚葬祭用にネクタイは白と2本だけ買ったそうですが、ヒゲも伸ばしたままでした。そして評議員会終了後に違う色のネクタイを数本買ったそうです。現役時代はスーツを着ることもなかったので慣れなかったと思いますが、こういったところも高見盛らしいでしょう。高見盛はカラオケが大好きで、 NHK の福祉相撲でも歌を披露したことがあります。ただ人前で歌うのが苦手で、巡業で急遽相撲ジンクを歌うことになった際はわずか15秒で交代させられてしまいました。また2014年の大晦日に放送されたバラエティ番組では金八先生を熱演し、主題歌も自ら歌います。ですが出演者であるダウンタウンらは高見盛のあまりの音痴ぶりに大爆笑してしまいました。2017年11月場所9日目の打ち出し後、八角理事長らが所属する高砂一門が理事選に向けて話し合う大事な会合が急遽中止になりました。これは会場となる料亭の予約を幹事役の高見盛が忘れてしまったことが原因です。高見盛は幹事役を引き継いだばかりだったこともあり、うっかり忘れてしまいます。ですがこの時は春間富士の暴行問題で各界が何かと世間から注目を浴びていました。そんなこともあり、こんな時に主席の写真が雑誌に載ったら誤解されるからファインプレーだとの声も上がります。高見盛のうっかりミスでしたが、最終的には良かったのかもしれません。翌年も高見盛が幹事を担当していましたが、同じ失敗はせず無事に会合は開催されました。この会合は日程も店もずっと変わっておらず、高見盛は2ヶ月前に予約を完了させます。そしてこの説明をすると周囲は爆笑。まさに高見盛らしい面白エピソードでしょう。2017年3月場所で高見盛は初めて勝負審判を務めます。幕下の琴大豪と千代嵐の取り組みで物言いがつき、場内説明を担当。両者の体がといった後に通常なら落ちるのが同時とみて取り直しにしますと続けるところ、言葉が出てこなくなってしまいます。これを見て向こう上面の錣山親方が落ち着けと言わんばかりに両手を下げるポーズを取りました。そしてようやく土俵の外に出ており、取り直しにしますという表現で場内説明を終えます。これには場内の観客からも温かい拍手が送られました。初めての勝負審判ということで緊張もしていたはずですが、大事な場面で慌ててしまうのも高見盛らしいです。2021年3月場所10日目、幕下の東照山と千代の勝の取り組みで物言いがつき、審判長をしていた高見盛は場内説明を担当します。行司軍配は東方力士に上がりましたが、両者同体ではないかと物言いがつき協議した結果、両者同体とみて取り直しとなりましたとスムーズに説明を終えます。そして両力士が土俵に上がろうとした瞬間、再び審判団が集結。高見盛に念を押すように再び説明をします。そして高見盛は行司軍配は東方力士に上がりましたが、両者同体ではないかと物言いがつき、協議した結果東方力士の勝ちとしますと言い直しました。高見盛のしどろもどろの説明に解説を務めていた若松親方も笑いをこらえきれませんでした。この他にも取り直しの説明の際、マイクの電源を入れ忘れて喋っていたこともあります。説明などが得意ではないのでミスも多いですが、それでも愛されるのが高見盛です。こうした一面もあるからこそ現役時代から人気だったのでしょう。というわけで今回は高見盛の面白エピソード20連発を紹介していきました。現役時代から大人気の力士で真面目に相撲に取り組む姿は立派でした。ですが真面目すぎるがゆえに面白いエピソードが誕生してしまうことも多いです。誰からも愛される高見盛なので、今後も話題が尽きないのではないでしょうか。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。